This is kind of sad. この人が新しい隊員か？見るからに強そうだ。傷が治ったら手合わせしてほしいもんだぜ。待て待て、新入りにいきなり勝負を挑むやつがいるか。それにその傷、治るには半月かかるだろう。てっぺ、この人はお前が連れてきたのか？お前は前線でうまくやれてるか？ふん、確かに幕府軍は僕たちの想像よりはるかに強かったけど、それでも僕は自分のできることを最大限こなした。嘘つけ。あの時幕府軍は洪水のように迫ってきていた。しかし僕はおじけづくどころか剣を抜いて立ち向かった。一人で4人もの幕府武士を相手にしたんだぞ。おいおい、やるじゃねえかお前。いつの間にそんなできるようになったんだ。この人はもっとすごいぞ。僕が力尽きて倒れそうになった時、突然横から飛び出してきて何人もの幕府武士を倒したんだ。それに100個目の神の目のメガリ儀式も阻止したんだぞ。ライデン将軍ですら何もできなかったみたいだ。No, no, that's not what happened. I did not say that at all. We almost got one-shotted. But I guess the game just exaggerated. すごいな、お前ら。だが、他のはまだ信じられるが、ライデン将軍に正面から立ち向かったのは少し誇張しすぎじゃないか？無双の人たちを聞いたことないわけじゃないだろ？無双の人たちって何？まあともかく、最近は負け戦が多くてもうダメかと思ってた。だが新入りも鉄平も想像してたより頼もしいみたいだな。そんな覚悟じゃ生ぬるい。傷薬を探してこようか。この前とある生薬のことを聞いたんだけど、オニカブトムシを使えば強力な傷薬ができるらしいんだ。塗った後はひんやりして傷口の治りも早くなるとか。それをくれ。なんか変な気もするな。じゃあ新入りに決めてもらおう。僕はここで少し準備しとくよ。奇妙な生薬の方がいいならオニカブトムシを少し持ってきてくれないかな。もしググプラムの方がいいならそれを持ってきてほしい。無論こっちの生薬もおすすめだよ。もしかしたらこっちも想定以上の効果があるかもしれない。 Yeah, sure. よし、君たちなら信じてくれると思ってたよ。必ずしも効果の保証はできないけど、もし効果があればみんなも早く回復できる。材料を僕に渡してくれ。薬を作る面倒な作業は僕がやるよ。あれ、痛くなくなった。ピリピリする。どうやら効果あったようだな。やるじゃねえか、てっぺ。俺の傷が癒えたら一緒に勝負しようぜ。どうしてお前はいつも人に勝負を仕掛けようとするんだ。薬を塗った瞬間塩を塗り込んだように痛かったが、その後はひんやりとして傷が徐々に癒えてくのを感じる。新入り、てっぺ、傷を手当てしてくれてありがとう。役に立てて嬉しいよ。訓練にいる奴らとも勝負してこいよ。お前は早く休め。訓練営か。あ、また当たらなかった。くそ。さっき数えたけど10本打って1本しか。1本しか中心に当たらなかったのか。1本しか的に当たらなかった。嘘だろ。まあここ何日かの状況から見て、弓矢の技術を上げるためには単純な反復訓練じゃ足りないのは確かだ。弓を引き、狙いを定め、矢を射る。簡単なことだと思ってたけど、まさかこんなに難しかったとはな。この進捗じゃいつになったら戦場に立てるかわからない。今度教官が来た時に教えてもらうしかないだろう。でも今は前線の状況が厳しくて、実力のある教官はほとんど支援に行ってる。僕たちはこのまま訓練を続けるしかない。
ああ、このままやっても本当に立派な帝国軍の兵士になれるんだろうか。その悩み、しかと聞いたぞ。鉄平先輩？ああ、今回来たのは君たちの悩みを解消する新入りを紹介するためだ。You know what? I'm just gonna say that the weather is just not the best for conversations. Let's just put it that way. この方は戦場で幕府武士を軽々と4人も倒したんだぞ。しかも勇敢にメガリ儀式を阻止し、ライデン将軍の手から生き延びた。本当ですか？あ、その休日を教えていただけないでしょうか。I don't know about that one, Chief. あまり時間は取らせません。お手本を見せてくれるだけでいいのです。以前は他の訓練が忙しく、休日のコツを覚える余裕がなくて。お願いします。 Okay, but watch closely. はい、しかと拝見させていただきます。All right, you know what? Oh shit. Will the thunder strike again? Or will it strike me? Shogun sama! I'm done, dude. どうだ、僕の言う通りすごかっただろう。確かに。どうして自分が当てられないのかが分かりました。姿勢が正しくない、力が足りてない、弓を握る手が安定してない、環境の影響を考慮してない。幸いそれ以外は問題ありませんでした。すでに問題多すぎだろう。しかしお手本を見られてとても勉強になりました。今回それを見て上達への道を見出すことができました。それに沿って努力を続ければきっと強くなれると思います。ちょい待ち、ファドゥイ。すまない、ライデン様、申し訳ございません。どうか許してね。ね、実は戦争が始まる前、自分は渡積島の一般人でした。当時は妻と穏やかに暮らし、争いとは全く無縁の生活を送っていましたが、メガリレーが仕掛けてから全てが変わりました。幕府軍のやり方は納得できません。その思いを一身に抵抗軍に入りました。どうやらまだまだ進むべき道は長いみたいですが、神の目がなく戦いの才能もない我々は本当に皆さんのように戦場で活躍できるのでしょうか。今はこんなこと考えてても仕方ありません。助けていただきありがとうございます。では練習の続きを行ってまいります。そう深く考えるな。前線には僕たちがいる。安心して訓練するといい。さあ他の場所に行こう。 Who are you talking to? どこに行こうか。大変だ、幕府軍の苦痛だ。Alright, well, I guess we got our answer. 軍営には負傷兵がたくさんいる。幕府軍に入られるわけにはいかない。お前たちも来てくれ。共に幕府軍を追い払うぞ。そんなバカな、ここには攻め込めないはずだ。僕たちも行ってみよう。手柄を立てる機会かもしれない。風だ。誰だ、入れつけ。踊りなさい。足元に気をつけて。将軍様、何か訴え。やっと片付いた。でもなんでここに幕府軍の人間が。いや早くない？拠点の周りには見回りの抵抗軍兵士がたくさんいる。幕府軍がここまでたどり着くことなんてできないはず。まさか内通者が。幕府軍と通じ僕たちの情報を売って拠点に入らせた。内通者を捕まえて拠点を守る、手柄を立てる最高の機会じゃないか。何を考えてるんだ。さっき拠点の周りを調査したところ、拠点近くにある壁が崩壊してた。
爆風軍はきっとそれを利用したんだろう。近くの崖から登り、穴の開いた壁から拠点へ攻め込んだんだ。壁を直して近くに見張りを手配すれば、このようなことが起きることはもうないだろう。そうか、わかった。近くに木材と縄があるから僕たちが直すよ。勝負と行こうじゃないか、新入り。こう見えても広報勤務には自信があるんだ。よし、これで問題ないはずだ。これで僕も抵抗軍に少しは貢献できたかな。せっかく前線に移動になって人生の軌道に乗ったと思ったのに、昔と同じ生活に戻ってるじゃないか。なんかお前妙に前線にこだわってるな。五郎様が言うように、僕たちは皆戦う意志があって抵抗軍に加入したんだ。貢献する方法はいろいろあるけど、できることならこの手で幕府武士を倒したいだろう。そうだ、もう軍営周りは終わったから、これから五郎様のところに行こう。うまくいけば前線の作戦任務を引き受けることができるかもしれない。 We're trying to hide. You know that, right? え？Oh, it lagged, okay. おかしいな、五郎様はいないのか？少し状況が変わった。五郎様は今前線で兵を率いて出向いている。少し前に前線にいきなり幕府軍の増援が現れたんだ。それも九条さら直々に隊を率いている。 Oh my god、 全員揃ったな。それに引き換えこっちは、三五宮様はもう何日も顔を出してない上に、残してくれた虎の巻の中身もそろそろ底を尽きる。I'm guessing we'll meet her in Act 3? 非常に不利な状況だ。このまま撤退すれば我々の士気に壊滅的な打撃を与える。今は五郎様が形勢を挽回してくれることを祈るしかない。この戦いはおそらく厳しいものとなるだろう。僕たちも前線に行こう。 That's not wise, but okay. 戦う力がある以上、ここで黙って見てるわけにはいかない。幕府軍にたたらすなを通過させてなるものか。 Oh no no no, that guy's not gonna say anything. That's not, that, that guy's not gonna have okay. He's just gonna okay. Wow. Ooh.I like that. You can just see the copy and paste, man. お前だけか。私はてっきりお前らの軍師様に会えると思ってたが、彼女には我々幕府軍もかなり手を焼かされた。抵抗軍がここまで持ちこたえたのも彼女のおかげだろう。だがそれも終わりだ。これだけの戦力差、策略はもはや意味をなさない。すでに抵抗軍の底は知れた。将軍様に逆らう者にはそれ相応の罰を受けてもらおう。 You know what? The fact that I'm pretty sure Sara's also an electro, right? The fact that most of the ones that I really want are all electro, likeI mean, I guess it makes sense because it's the electro country region. I don't know, but I have San Gonomiya sama, I believe. I have the people of the Imperial Army. I believe the prayer is not the right way. I will not stop the Imperial Army. That's fine. And you've seen the latest examples of the prisoners, right?あの金髪の旅人、今お前たちのところにいるはずだ。 Dude, she's smart. そいつを渡してくれるのなら息をつかせるくらいの時間はやろう。この時期に戦うのは双方にとっていい選択ではないからな。まさかそのために増援を。彼は将軍様にとって重要な存在なんだ。 No, 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 I'm not.
抵抗軍にとっては不要であると私は思うがな。それは違う。彼は抵抗軍にとっても重要な存在だ。彼はもう抵抗軍に入り、俺の部下になっている。お前らに差し出すことはできない。 Well said, man. Tell her. 抵抗軍は仲間を売ってはならない。それが三五宮様が遥か前に決めた規則だ。五郎様、てっぺえ、それにお前もどうして来たんだ。わかった、共に戦おう。チャクル。また会ったな。今回は見逃してやらんぞ。お前が抵抗軍に入ったのは彼らの後ろに隠れるためだと思ってたが、ここに現れたということは私の想像以上に勇敢であるということか。ならばこちらから提案がある。 A proposal? Will the proposal be that if I join you guys, Raiden can be in my party? How about that? That sounds like a fair deal, isn't it? Ha! You get the avatar and I get Raiden. How about that? 今回の人前秘部、お前が抵抗軍を代表して出陣するというのはどうだ？人前秘部？なんだそれ？戦いが始まる前に両軍から精鋭を選び、一名ずつで対決を行っていくことだ。優勢な方にとってあまり意味のないことだが、劣勢な立場であれば士気を立て直す絶好の機会だが、彼女の目的は明らかなものだ。これを機にお前を捕まえたいのだろう。無理はするな。このまま全員で戦いを始めても構わない。 But I'm the avatar. I have the responsibility. どうするんだ旅人、お前が決めてくれ。Ooh. Wait. Sara's not fighting. Yeah, yeah, nani kore? Uso de shou? Dare da omae? Why does it have black bars? I'm not interested. Koko ni ari.I'm not interested in you. Give me Sara. Oh, it's just one after another. I mean, oh, sorry to put Zhongli's dong there. 永遠の脅威となるすべての要素を排除する。それが将軍様の命令だ。気をつけろ。向こうにいるやつも強いぞ。I'm sorry, but give me Sara, man. Just give me Sara already. I want to see her.Kid. You sure you can see through that, man? Okay. 頑張れ。冷静かよ。旅人、持ちこたえろ。さすがにやるな。どうやらこのまま戦っても意味がないみたいだ。Your play. GG's, I guess. 兵士たちよ、かかれ。 I... Okay. So the duel's off. We're just gonna go... Okay, I mean... Can I at least go at you for once? I guess the audio clip just... I'm not clicking. The audio is just stuck like that. 浄土を開口せしは永遠なる鳴る雷。 No, I'm pretty sure that's a glitch. Yeah, I'm pretty sure that's unintentional. どうやら戦いは避けられないようだな。ぬかゆっと皆の者、俺に付け。 Oh, bow user. Wait, both of them are bow users.
Oh! Oh! Oh, oh, oh my, okay! Hello! お待たせしました、私の伏兵たち。今が、その時です。分子殿は誠に我慢強いでござるな。Whoa, whoa, whoa, why is he there? Wait! 傭兵代を払ってもらえるといいんだがな。カズハ、久しぶりでござるな、友よ。I mean... 撤退。Hello! Oh my god!ごきげんよう。お初にお目にかかります。まずは自己紹介をしましょう。 Hello、 はじめまして。私は三五宮ここみ、抵抗軍の指揮官であり、渡積島の荒人神の巫女です。I'm done. この肩書きは初めてお聞きになるかもしれませんが、簡単に言えば渡積島は現在私が管理しています。それとあそこは抵抗軍の本拠地でもあります。実はすでに北斗さんと和葉さんからあなたのことはお聞きしていました。ただ抵抗軍のところに来るとは思ってもいませんでしたけど、この後何かお考えは？ No immediate plans. Except for getting back and shot, I guess. Thanks, Raiden. でしたら、サンゴノミヤへ行ってみてはどうでしょう。 Shrine? Okay. 幕府軍が一時的に撤退したとはいえ、戦争はまだまだ終わりを迎えることはありません。メガリレーは廃止されておらず、天領奉行とライデン将軍も止まる気配はない。問題は何も解決していません。 Her design is so close to like a mermaid. Interested as to why it's like that. Not complaining. She looks really good. サンゴノミヤへ行き、今後の対策を練ることをお勧めします。いかがでしょうか？ Sure. 僕も行っていいかな？渡積島には詳しいんだ。引き続き君の案内役ができると思う。ゴロウ、こたびはお疲れ様でした。抵抗軍の力は元より幕府軍より弱いもの。私がいないこの期間、きっと大変だったでしょう。この後もまだあなたには残ってもらう必要があります。幕府軍を見張り、負傷人員の治療をしてください。ここには傭兵を手配します。カズハさんもいるので、あなたもいくらか楽になるでしょう。任せてくれ、サングルミア様。私はもう一つ用事が残っています。先にサンゴノミアへ戻らなくては。準備が終わったら鉄兵のところに行ってください。彼があなたをサンゴノミアへと連れて行ってくれるでしょう。 Where even am I?I'm not even near the group anymore. Where even am I? これまでの貢献、感謝いたします。これからは共に戦いましょう。Did I get hit? Did I get hit twice? 稲妻の未来のために。All right. Huh?いや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 、ちょ、いや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 、それだ。は？ Is that it? I... What? 北斗。
音も立てずにこんな待ち伏せができるのはうちの市長制号ぐらいだ。Where even is the Alcor? どうだ？びっくりしただろう？実を言うと私もさ、あんたを離島に送ってからまさかタタラスナでまた会うとはな。Oh my god. You know what? I'm really happy that Beto's a part of Inazuma again, like not just like an intro for it. I'm so happy. She deserves way more screen time. だが、どこにいようと、あんたが私の仲間だってことには変わりない。おー、仲間だー。何か助けが必要なら、私に頼れ。あんたの力になってやる。うカズハ、久しぶりだね。来る途中にお主の検証令を見かけたが、そうたやすく捕まるものではないと知っていたでござるよ。I swear to God, dude, MiHoYo's watching One Piece as we speak. I swear to God. ライデン将軍に会ったのでござるか？彼女は以前と同じように威圧感に満ちていたであろう。No, not just witnessed. We 1v1'd. I got destroyed though, but I mean, hey. She was cheating. 無双の人たち、こうも及ばぬものか。無双の人たち、無双？ちょっと待って。Try and search for it. 無双。Vision. Ah. I guess it's just the Vision Hunt Decree, but like in Japanese. Yeah. Okay.いつの日か拙者たちもあの威圧感に相対することができるやもしれぬ。これも拙者が稲妻へと帰る目的でござるよ。 Oh my god. Oh my god. That was so out of the blue as well. Like Kazuha is there. Like, oh my god. さすが三国宮様。それにこんなところでカズハにまた会えるなんて。以前一緒に戦ったのはもうだいぶ昔のことになるな。当時カズハの友人が御前試合に負け、ライデン将軍に斬られた。カズハが彼の神の目を持って逃亡してる時、抵抗軍にも来たことがあるんだ。もうあれからそんなに経つんだな。 Alright, I mean, dude, I swear, I like, that's really it. Hopefully you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. I was not expecting Act 2 to be this quick. Not at all. It was good though. It was insanely good. But yeah. Again, hopefully you guys enjoyed this video. Thank you so much for watching. It's been Sage. And I will see you guys later.